バネッサクローンはカナダ、オンタリオ州出身の女子フィギュアスケートアイスダンス選手。パートナーはニゴライ・サー・アンスン、ポール・ポワリエなど。2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスカナダ代表。2010年スケートカナダ優勝。カナダのオンタリオ州に生まれ、5歳の頃にスケートを始めた。やがて、ポール・ポワリエとカップルを結成し、2005年カナダ選手権。 ノービスクラスで優勝を飾り、頭角を表した。2005から2006シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦を果たし、2007年、カナダ選手権、ジュニアクラスで優勝。2007から2008シーズン、JGP 春ギタ坂月と JGP 春ギタ坂月で2大会優勝を果たしたが、初進出の JGP ファイナルでは4位に終わった。2008年のカナダ選手権には、 シニアクラスに出場し4位となった。2008から2009シーズン、シニアクラスに移行し、ISU グランプリシリーズに参戦。スケートカナダで2位、エリック・ボンパール杯で4位となった。カナダ選手権で2位となり、4大陸選手権及び世界選手権に出場した。2009から2010シーズン、ロステレコム杯で4位、NHK 杯で3位となり、 グランプリシリーズの成績で8位となったが、2組の出場自体があったため、グランプリファイナルに出場して6位。カナダ選手権では、僅差で2位となり、バンクーバーオリンピックの出場権を勝ち取った。2010から2011シーズン、2010年、スケートカナダで優勝候補だったカーシテイを破り、シニアのグランプリシリーズで初優勝を果たした。2011年6月、 10年間組んだポール・ポワリエとパートナーシップを解消。2012年5月、デンマーク代表のニゴライサー・アンスンとパートナーシップを結成するも、すぐに解散。http://www.olympic.sa/en/at-h-l-e-t-e-s スラッシュ v a n e s s s c r o n e スラッシュクローン。 ぽいアナウンスエンドオブパートナーシップ ICENETWORK.com ありがとうございます。